はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学、今日は41日目やってまいりましょう。今日のテーマは深く根を張るということですね。まあこれだけ見ると一体何のこと言ってんのっていうところなので、まあまあこんなぼちぼち始めていきましょう。はい、まあ生きている中でこう何に喜びを感じるのかっていうのが今日の話を深掘っていく、まあ重要なですね、キーワードになっていきます。で、その心理学者の間とかでは、まあ半分は遺伝子で決まるんですけど、残りっていうのはまあ自分次第だよねっていうことが結構言われてるんですね。ところが、まあ、幸せを感じるポイントっていうのは、あるいはその度合いっていうのは、まあ、根底では結構決まってるんですよ。で、今日はあなたが生きていく上でどんなことに幸せを喜びを感じることができるのかっていうことを紐解いていきましょう。はい。で、幸福を決めるものって一体何っていう話からなんですが、これって結構その心理学者や哲学者にとって幸せは何によって決まるものなのかっていうのは永遠のテーマだったりするんですよね。同じ人っていうのはこの世に一人として存在しませんから、それぞれでね、私はこれを幸せを感じるとか、あの人はこれで幸せを感じるって変わってくるわけなんですね。例えば白雪姫なんかで行くと、ね、7人の小人っているじゃないですか、ね、グランピーは怒りん坊だし、ハッピーはご機嫌ですよね。常に怒っている、常にご機嫌な人で、この2人っていうのが同じ人生観を持つことっていうのは難しいですよね。例えば生まれつき愚痴ばかりこぼす人っていうものもいれば、まあ、それに時間を費やすことを厭わないっていう人もいれば、どんな些細なことにでも喜びを覚える人もいるということなんですよね。で、ここで心理学者たちの論文を読んでいくと、まあ、人々、まあ、我々人間ですよね、の幸福っていうのは3つの要因があるっていうふうに言ってるんですよ。それは一体何かっていうと、1つ目がもう遺伝的に決まっているものなんですね。だから何かっていうと、親が例えばドリフを見てめっちゃ笑うってなると、ドリフを見て笑うんですよ、僕らも。で、親が吉本を見て笑うんだったら、吉本を見て笑うんですよ。で、面白いことに、僕の話なんですけど、母親は関東出身の人間なんですね。で、父親は関西出身の人間なんですよ。で、母親は今でこそもう大阪って言いますか、その関西に人生の半分以上もう骨を埋めていますんで、吉本見ても笑うんですけど、関西のコテコテの風間寛平とか島田紳助みたいな笑いっていうのはあんまりツボに入らないんですよね。で、父親は反対にドリフのその長さんとか志村けんさんとか加藤茶さんの笑い、あんまりツボじゃないんですよね。ところが僕はその関東と関西のそれぞれの笑いのツボを持った両親から生まれているので、どっち見ても楽しめるっていうね、その面白さ、幸福に関する感性っていうのが両親譲りになってるっていう感じなんですよ。それから幸福に関連する環境的要因、これは周りですよね。どんなところに住んでるの、どんな友人と付き合ってるのっていうものによって決まると。それから幸福に関連した活動と実践、例えばゲームをしてるときに幸せを感じるとか、仕事をしているときに幸せを感じる、旅行に出たときが一番幸せだとかっていう自分での行動に関するものですね。で、こういうのを見ていくと、3つのうち2つ遺伝的に決まっているものっていうのは変えようがないですし、環境を変えるっていうのもハードルが高いですよね。ところが自分で行う活動とか実践であれば自分でコントロールすることができるんで、要は幸福の3つの要因のうち3つ目の活動実践によっていろいろ変えていくことができるねっていうことなんですよ。じゃあ何のために活動するのかって言っていくと、大きくは例えば繁栄と成長のためなんですね。子孫を残す喜びだとか、新しいことができるようになることとかっていうものに対して人間っていうのは本能的に喜びを感じるんですよ。で、これらを追求し続けることこそが長期的な幸福っていうのをもたらしてくれると。つまりここから繁栄とか成長から外れるようなことをやっていると、まあ、なかなか幸せを感じにくいっていうことなんですよね。で、子孫を残す喜びっていうと、なんか子育てとかってイメージになるかもしれないですけど、これって性的欲求もそうですからね。うん。性的欲求も幸せを感じますよね。好きな人と繋がれているというところで。で、新しいことができるようになるっていうのは何も今までできなかったことができるようになるってものじゃなくて、新しいものを見たりとかやったりっていうものも含まれますよね。だから旅行に行って今まで見たことのない景色を見るとかっていうのも大事だったりします。で、そんな中、今日の問いかけですが、
今までであなた自身が覚えている楽しかった出来事とか幸せだなって感じた体験ってどんなものがありますかね。でそれってもう一度感じたいものですかね。でもう一つはどうしてその体験とか出来事っていうのが幸せだって感じましたかね。で今日のワークなんですが、体験を分かち合うっていうものですね。で今日の内容、今日のワークに関しては内容によってはぜひ人とやってみてください。で一人の場合は紙に書き出すっていうやり方で OK です。で思い出してほしいんですが、自分の過去うまくいった体験とか、嬉しかった出来事とか成長を実感した瞬間っていうのを思い出してみて、でもしそれが人と一緒にやったことだったとしたら、可能ならその人と連絡を取ってみて、その時のことをちょっと談笑しながら思い出してみてください。はい。でですね、人が幸せを感じるのは自分の人生にとっていい、これ意味あるなって思ったっていうことがあった時なんですよ。でそれがあなたにとっての10年前なのか1年前なのか1ヶ月前なのか、別に今日のことでも OK です。例えばどんなことかっていうと、家族と一緒に取った夕食とか、恋人と旅行に出かけたこととか、会社での頑張りが認められて昇進をしたこととか、子供と一緒にクタクタになるまで遊んだこととか、友人と朝までバカ騒ぎしたこととか、何でも OK です、ね、で過去のどんな体験に対してあなたは幸せを感じることができたのか、ね、それが例えば他人とつながっていることとか、それから難しいことへの挑戦をしてそれを成し遂げた時ですよね、とか新しいことができるようになった時、夕食を取るっていう他の人とのつながりとか、資格試験にチャレンジしてで無事合格したとかね、そういうことです。で今の幸せをより大きく感じていくためにも、過去の体験からヒントを得るっていうのは重要なんですよ。今からあなた何がしたいですかっていうことを仮に問われたとしても、パッとこれやりたいあれやりたいって浮かべるのってなかなか難しいと思うんですよね。だからこそ自分がこれやりたいあれやりたい、なんでそれやりたいのっていうと、幸せを感じたいから、幸せになりたいから。ってことは過去の体験から幸せを感じたなって出来事とか瞬間っていうのを再現することから始めていくっていうのが結構大きなヒントになるんですよね。ですからそのために幸福度を上げていきましょう、高めていきましょうというのが今日のワークでした。なので改めて上に戻っていくと、あなたが幸せを感じた出来事、もし人とだったら人とお話をしてください。一人で幸せを感じた出来事だったら紙に書き出してみてくださいというのが今日のワークとなります。ということでね、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。